ただいま料理勉強中。皆さんこんにちは、富澤商店のハツコです。本日の企画はこちら、ハツコスイーツ武者修行クレームブリュレを作りたい。このハツコチャンネル、早くももうね3ヶ月続けてきたわけなんですけれども、いまいちハツコの成長具合が乏しいんじゃないかということでですね、スタジオの先生にたくさん習いながらも著しくぐんぐん成長を狙っていこうという企画でございます。先生をお呼びしたいと思います。トミズクオカスタジオのクオさんです。トミズクオカスタジオで講師をしてますクオです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。見てる人たちもハツコさんもお菓子作りスキルアップできると思います。第1回はねクレームブリュレをね習っていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。お子さん見てるんでかなりドキドキなんですけど本物って初めて見たかもしれない。このめちゃくちゃちっちゃいのが全部粒なんだ。こんなになってるんだ。これがバニラアイスとか食べた時に見える黒の粒粒ってことですよね。分けてみました。すごい、これが種でこれがバニラビーンズのさやですね。これもこのまま入れちゃっていい？もう全部一緒に入れていただいて大丈夫です。このまま入れて、ハツコさん、ゴムベラの持ち方なんですけど、さっき良かったんですけど、はい、今こう持っちゃいます。で、なるべくこう握るような感じで、指はこう添えたりとかはしてもらっていいんですけど、はい、そっちの方が手首とかに負担がかからないので、ゴムベラがしっかりとしなくて使いやすい。やってると意外とやり終わったら疲れてると思うんです。はいはい。多分その持ち方の一つ一つとか使い方で結構負担は減ります。真ん中あたりぐらいですかね。だいぶグツグツしてきた気がします。はい、卵黄3個分と砂糖を加えて、はい、白っぽくなるまでよく混ぜる。これが砂糖。そうです。気をつけて砂糖です。茶色い。なんか今までの使ってきたのってグラニュー糖みたいな割と細かくって白いものだったんですけど、今回はこれがカソナードっていう。そうですね、今回使うのがカソナード。非常に香りが良くってちょっと粒子が粗い砂糖になります。そうですね、ぱっと見砂糖だと思わないですよね。これ南国の謎の粉みたいな。パチコさん、はい、真似づらくないですか？なんかすごい疲れました。疲れました。はい、一つだけポイントがあって、はい、そのボールの下にグルタータオルなどを引いてあげると、はい、劇的に混ぜやすくなると思います。やってみてください。え？こういうことですか？そうです。やってみてください。左手とかすごい楽じゃないですか？めちゃくちゃ楽です。え、これを敷いただけでこんなに楽みたいな。なったね、こんな感じで、はい、大丈夫ですか？蓋を下に敷きました。湯煎焼きしていきたいと思います。すごいプルプル。結構なんか柔らかいように見えるんですけど、これぐらいで大丈夫なんですか？はい、多分今プルプルって言ってた状態、これがもう揺れないぐらい硬くなっちゃうと火が入りすぎちゃって口どけのあまり良くないクレームブリュレになってしまいますので、少し皮は表面に膜があって中心が揺れるぐらいで焼きの見極めにしていただければと思います。冷えました。さっきのプルプルした感じもなくなってしっかり固まってるなという感じがします。怖いです。ちょっと置きながらの方がいいかもしれないですね。置きながらガスを出して支えながらシュルーク出しながらカチッと、もう一回カチッと、はい、どうでしょう、どうですか久保さん。いい感じにできてると思います。お、はい、じゃあですね、早速これをですね試食してみたいと思います。いただきます。うん、おいしい。やっぱりなんか味がしっかりしてる。そのバニラやっぱりちゃんと効かせたからなのか、口当たりがすごい滑らか。ちゃんとできてると思います。
あのブリュレ の, あの作り方自体もちゃんときちんと滑らかに出てきてるし、うん、上の炙り加減っていうのも均一にきれいにかかってるのでパリッとしててちゃんとブリュレとして美味しくできてると思います。やったー、マスコさん、今回使ったカソナードと色も茶色いじゃないですか。はい、グラニューと白いじゃないですか。はい、で何が違うか知ってます？砂糖きび自体は全部の砂糖、まあ、あの作る過程で必要になるんですけども、その中から取られるあの砂糖の成分ですね、その中から、液体、蜜ですね、蜜を残したものと残してない、もう完全に蜜を取り除いたものっていうお砂糖2種類分かれます。ほう、グラニュー糖とかサラサラした白いお砂糖あるじゃないですか、あれが分蜜糖になります。もう分かれちゃって非常にサラサラしてて、使いやすいお砂糖になります。で今回みたいにこう蜜を残したお砂糖ですね、分かりやすい一番の特徴としては色がついているものがあります、はい、例えば黒糖とか、うんうん、こういうカソナードとか色がついているお砂糖っていうものが蜜糖になります。で何が大きく違うかっていうと、やっぱり一番は、コクだったりとか味わい香りが変わってきますけども、あとは溶けやすいっていうあのメリットがあります。なのでキャラメリゼするときもすごいまばらに焦げるのではなくて均一に溶けていくというですね、あの性質がありますので、はい、そういう場合には非常に使いやすいかなと思います。すごい、全然違う溶けやすさ、一目瞭然ですよね。わかります？この均等に、これこっちはカソナード均等になってる、でこっちがグラニュー糖ですね。もう真ん中の方にこう厚くなっちゃってる。めちゃくちゃ分かりやすい。え、こっちの方が匂いすごいしますよね。え、待って、すごい分かりやすい。今本当にやらせっかなと一瞬思うぐらい。え、すごい、本当にこっちカソナードの方が香りがすごい、香り高い、風味高い。全然違う。コクや風味を出したいときは断蜜糖を使え。今回はお砂糖に、ポイントを絞ってやっていったので、今回使ったカソナードとか、ガミツ糖ですね、ガミツ糖のお砂糖を通常のクッキーなどのお砂糖、グラニュー糖とかで作るレシピを、うん、ここをちょっとお砂糖を置き換えていただくだけで香り、風味がすごい増すっていうところと、粒子の粗さによっては食感が少し変わったりもしますので、持ってるレシピでもアレンジがしやすくて、やりやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもアレンジしてみてください。はい、というわけでですね、武者修行第1回はもうね大成功ということで、次回以降もですね、子さんに習いながらいろいろねスイーツについてこう学びながら、これ賢く上手になっていきたいと思いますので、皆さんもねぜひいろいろチャレンジしていただけたら嬉しいです。というわけで、初子と料理をやってみよう。チャンネル登録